皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回もゆうすけさんをゲストにお迎えして、北方領土の択捉島のお話を伺いたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは。本日は前回に引き続きゆうすけさんにお越しいただいて、択捉島での日本語教育について伺っていこうと思います。ゆうすけさん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回ですね、ゆうすけさんが、言ってらしたその択捉島というところについていろいろ教えていただいたんですけれども、そこに、日本語を教えに行ってらしたということですよね。はい、そうです。どんなところで教えてらしたんですか？現地にはですね、もともと日本語を教えている教育機関というのはないので、文化センターみたいなところの一室を借りて、でそこで、はい、教室として、使ってクラスを教えてました。学習者の方っていうのはどんな風にして集まってくるんですか？これはですね、地元の新聞に広告を出して、我々が行ってその日本語の教室をやりますよということを、広告出してもらってですね、それで学習者の方を募集しました。はい。何人ぐらいのクラスを教えてらしたんでしょう？私は2クラスを教えていて、大体30人ぐらいだったんですけれども、10代の前半からですね、60歳ぐらいまで、いろいろな世代、それから職業のですね、方が参加してくれてました。その2クラスというと、1クラスに10代から60代までの方がこうバラバラといろいろ年代の違う人が一緒に入ってるってことですかね？はい、本当にそういう感じでしたね。10代だと学生さんかなと思うんですけど、そのちょっとお年召した方っていうのは皆さんは どんなお仕事をなさってたんでしょう？本当にですね、その60代ぐらいの方になると年金生活者という方もいらっしゃったんですけれども、はい、40代50代の現役世代の方ですと、例えば銀行員、それから公務員、医者や学者ですとか、非常に何かですね、知的水準の高いような方たちが多かった印象ですね。そうなんですか。でもその年代が違ったり、いろいろ募集して集まってきた人たちというクラスを持ってらしたということなんで、多分いろいろ大変だったことをおありになるんじゃないかなと思うんですけど、何かこれはちょっと大変だったかなと思うことって何かありますか？そうですね、いろいろあるんですけども、基本的にこう現地に行ってみるまで、どういった学習者がですね、何人ぐらい参加してくれるのか、それから教室はどんなところでどんな設備が使えるのか、こういったこと全くわからない状態だったので、まずその、プリンターとかプロジェクターとかですね、そういう機材を全部東京から持っていく必要があったんですよ。なのでその運搬が一つ大変だったっていうこともあるんですが、ただやっぱり一番大変だったなっていうふうに感じたのが、現地について参加者が確定した後で、初めてですね、コースのデザインができるということで、その時点から、ゼロからですね、コースのデザインをしなければいけなかったんで、本当にこう毎日自転車操業っていう感じで、もう授業準備に追われて大変だったですね。その、クラスの方たちのレベルっていうのは皆さんほとんどゼロですか？基本的にゼロですね。ちょっとだけできる人もいるにはいたんですが、単語を少し覚えている程度でしたね。じゃあその年代によっても、ちょっとその多分覚えにくいとか覚えても忘れちゃうとかっていろんな多分いろんな学習者いたと思うんですけど、そういう人たちが全部集まっている、一緒にやらなきゃいけないってことですね。そうですね。なので非常に大変といえば大変だったんですが、ただ、最初のオリエンテーションからのコースのですね、運営全般、最後のその修了式まで自分たちで全部企画運営できたんで、すごくいい経験にはなりましたね。
先ほどちょっとあの入って伺いながらと思ったんですが、プリンターとかプロジェクターっていうのは、これ機材は全部運ぶんですか？はい、東京から持ってきました。わー、すごい大変ですね。それ運んで持ってって終わった後どうするんでしょう？まあ、やっぱり持って帰りますね、船で。うわー大変。あ、それちょっとなんかすっごく大変だなと思って今ちょっと伺いました。ありがとうございます。まあでもきっとね、いろいろその日本人がそんなに簡単にさあ行きますって言って行けるようなところでもないと思うので、まあいろんな思い出多分たくさんおありだと思うんですけど、すごく印象に残ってる何か思い出というか、そういうのありますか？そうですね、まあ、特に印象に残っていること一つ挙げるとすると、うん、まあ、例えばそうですね、私たちあの島でいろいろとこう分からないことですとか、まあ、できないことも やっぱりあの多かったので、うん、まあ、ロシア人に助けてもらって、でありがとうっていうふうに言う機会が非常に多かったんですね、はい、でそういった時そのありがとうに対してどんな返事をすればいいのかっていうことをロシア人の人から聞かれたんですけども、うん、あの日本語ですとそのありがとうと対になった言葉で、まあ、どういたしましてっていうのがありますよね、うん、でも最近どういたしましてって、まあ、ある意味こう死語になってしまってるというか、まあ、あんまり使わないじゃないですか。そうですね、ただその時実際あのロシア人に聞かれて、まあ、どういたしましてを教えてから、まあロシア人大勢の方がですねそれを使ってくれるようになったんですけれども、まあ、それを聞いていて、うん、あ、どういたしましてってすごくいい言葉だなって、まあ、私自身もあの思うようになりまして、うん、あのまあ、やっぱりこうお礼を言われたらそれに対して返事ってこうしたくなるものですよね。うーん、どうですか、じゃあゆうすけさん、あのご自分の今の生活の中でありがとうと言われたらどういたしましてという返事をなさってるってことですかね？まあ、そう言われてみるとね、あんまり帰ってきてからも使ってないんですが。あれあ、そうなんですか。まあ、でも言葉としては綺麗なことですね。そうですね。あの、はい、いろいろ、まあ、あの島でわからないこととかできないことでロシア人に、まあ、助けてもらったってあるんですけど、例えば具体的には一番こう、あ、こういう時には本当に困って助けてもらったっていう何かありますか？そうですね。まあ、いろいろあるんですけども、結局その一つ一つのことがなんていうか、これで合ってるのか合ってないのか、例えば前回話したその温泉の入り方でもそうですし、あの分からないことが多いので、まあ、どれがっていうよりも、うん、そうですね、もうすべての場面であの質問して教えてもらってっていう感じでしたね、うん、それからロシア語を通訳してくれる人がいるってことですよね？あ、ロシア語自体はあの通訳さんがいるので、通訳の方が教えてくれてました。うん、あ、そうなんですか。ありがとうございます。もうこの教えに行ってらした期間っていうのは、なんか先ほど40日でしたっけ？はい。40日っていうのは決してその長い時間ではないと思うんですけど、1日何時間教えるんですか？1日、まあ1つのクラスが、まあ、大体1時間だったので、まあ、2時間ぐらいなんですけども2クラス合わせてですね、はい、ただあの延長することもあって、意外とその延長するとあの喜ばれてましたね。うーん、で、その一つのコースが終わるのは何日なんですか？まあ、40日の中でコースそのものは全20回でやってました。はい、どうでしょう、その時間の中で、まあね、そんなに長いわけではないので、まあ、これやりたいと思ってもできなかったこととかってたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、こう大事にこれだけはやってみようとか、これだけはしようと思って大事にしてらしたことって何かありますか？うん、そうですね、まあ、そのコース全体のテーマとしてっていう話にはなるんですけども、うん、あの1回目の時にも少しお話しましたが、もともと私はそのエトロフ島にですね行ったのが、その元島民の方とかそのご家族をまあ主な対象にしたビザなし交流っていうのがあって、うん、まあ、その一環で日本語を教えに行ってきたわけなんですけども、はい、まあ、そのビザなし交流でその島を訪ねてきた日本人の方々と、まあ、そのロシア人島民の方々がですね、そのコミュニケーションを取って、まあ、相互理解を進めてもらうということで、まあ、そのために役立つような日本語を身につけてほしい、まあ、そういう気持ちで教えてました。まあ、具体的にはその自己紹介、それから趣味の紹介とか好きなものを紹介し合ったりとか、
あとはですね、まあ、相手を食事だったり、まあ、ちょっとしたレクリエーションに誘ったりできるような、そういうことができるように考えて授業を進めてました。あれですか、ゆすけさんのクラスにその前、あ、前ってこと、その何かこう日本語を知ってる人が中にいるってさっき言ってらっしゃいましたよね。まあそうですね、はい、その人たち、その方たちはどんな日本語を覚えてたんでしょう。いや、まあ、そうですね、その挨拶程度ですよ。このビザなし交流の授業も何年か続けてやってるものなので、まあ、前年度などに勉強したことを少し挨拶程度覚えていたりということです。わかりました、ありがとうございました。ロフトでの日本語教育の様子を伺ってですね、まあ、日本からそんなに遠いわけではないんですけど、まあ、そういうところですね、日本語を学びたいという学習者がいること、私はちょっと今日聞いて驚きました。でもっともっとですね知りたくなりました。ゆすけさん、本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回はこのエトロフ島での経験がですね現在どのように生かされているのか、まあ、そのあたりを伺っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ラリーさん、ゆすけさん、ありがとうございました。北方領土というなかなか行けない択捉島での日本語教育は、私たちが想像しているいわゆる現地に学校があるわけじゃないんですね。ですから教材をはじめプロジェクターやプリンターといった機材も全部東京から持って行って、現地に行ってから初めて学生の募集、コースデザインをしていくという、まさにゼロベースでの日本語コースの企画運営というのは本当にすごい経験をされてきたのだなと思いました。概要欄にはゆうすけさんからいただいた参考リンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。